こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はメスティンで松茸ご飯を作りましたという話です。今回はね、キャンプ用に、永谷園さんの松茸の味お吸い物、これを使ってね、ご飯を炊いたという内容です。このね、永谷園さんの松茸の味お吸い物、これはね、もう本当ポピュラーなもので、日系スーパーでね、すぐ手に入るものなんです。さてね、料理に入る前に、実際ね、メスティンでこの松茸ご飯をね、作っている人がどのぐらいいるのかということでね、ちょっと検索してみました。そうしましたらね、すごい数出てきたんですよ。ああ皆さんこれ作られてるんだと、そうなるとね、やっぱりこれ美味しいんじゃないかななんてちょっと思いまして、とにかくねこれをやってみようということで、日系スーパーの方へ行きまして、そこでねこの永谷園さんの松茸の味お吸い物、これをね買ってきました。今ご覧いただいているのは永谷園さんのアメリカのですねホームページですけれどね、ここでね、調べてみますと、まあ永谷園さんっつったらもうお茶漬けですよね。まあこれが定番で、私も日本にいた時に随分これは食べた思いがあるんですが、松茸の味お吸い物っていうのはね、まあそんなにキャンプの時には使ったかなっていう、普段の食事では多分これはあまり食べたことはなかったんじゃないかなと思うんですが、こちらへ来てからはね、まあ結構これをね食べる機会はありました。なんでね、なんとなくこういう身近にあったものでキャンプのね食材にできたらこれはいいなという、まあそんな風に思いましてね、なんとかこれを使ってやりたいなとちょっと思ってたところだったんですね。そんなこんなでね、メスティングの方で、料理をしたいと思います。いつものようにね、我が家はね白米ともち米、もち米半々というね、ものでだいたい30分間洗った後に30分間つけてあります。まあ、それをね今ねメスティングの方に移しております。手でやってますけどね、なかなかサッとは取れないもんで、ちょっと難儀してるような感じですけどもね。さてさて、そしてね、次はこれにお水ですね。前回もお伝えした通り、この取っ手のところのね、ポチポチが、まあ大体160とか180ぐらいの目安なんで、それに 見ながらですね、水の方を今入れています。だいたいこんな感じで水の方がいいと思うんですね。でね、今回はお吸い物の他にですね、しめじと銀杏を用意しました。まあたまたまね冷凍してあったものがあったのでね、これを使おうということで、まずはお吸い物ですね、こちらをね入れてみます。封を開けますとね、まあいい匂いしますよね。ああ松茸だって感じでね、これがねなかなかいいですよね。でね、松茸の、まあこのお吸い物ですか、ちょっとね他の YouTuber さんのちょっと見たところ、味がないっていう方がいて、これを2袋なんか入れてたんですよ。でね、まあ老人はあんまりお塩よろしくないので、まあ1袋でいいんじゃないかということでね、今回1袋にしてみました。でね、いろいろサディウム、イングリードって言いますかね、こちらどのぐらいサディウムがあるのかって見たら 26% でしたね。で前回のねカニ味の時はね 40% もありましたのでね、あれは半分にしないといけないなということと、まあ、こちらね 26% ぐらいなので、まあ、それほど問題ないだろうということで1袋入れてみました。入れてね、蓋
蓋をして、でいつものようにアルミ箔の上でですね、電気コンロメモリ2で10分間、それからメモリ3で、もう10分間、そして保温の状態で、まあ、10分間蒸らすということでね、まあ、大体30分でね出来上がるかという形でやっています。今ね20分のタイマーをかけましたので、ね、これからちょっと10分間、待ちます。重しの砥石も乗せました。まあね、吹きこぼれるとちょっとね、コンロの掃除も大変なんで下に引いておりますが、今回はね別に吹きこぼれることはなかったですね。で、そしてね今ねちょうど20分が経ちました。今度はね蒸らしの10分に入ります。これがねもう10分ですから、まあトータル30分ということなんですが、だいたいねいつも11時10分前ぐらいにお米を洗って研いでですね、お水を入れて、まあ11時20分ぐらいから料理スタートということでね、そしてまあだいたい30分ぐらいから、20分間まあ炊き込んで10分、まあ、蒸しまして、それでね12時に、まあ、ランチを食べるという、そんな、ね、予定になっております。さてさてね、これで10分経ちましたのでね、ひっくり返したものを、まあ、元に戻すということをする、ちょうどそんなところですね。もうねすでにこの段階でねいい匂いしてるんですよ。これがね、まあ、なかなか今回も美味しいんじゃないかなというふうにちょっと期待をしながらですね、蒸らしをねちょっと見ておりました。今ね10分経ちましたのでね、これをひっくり返すんですが、まずはタイマー止めまして、そしてねひっくり返すのはやっぱりちょっと熱いもんですから、軍手を今手にしまして、それで手でひっくり返そうとしたら、ちょっとねこう負担が吐きそうになりましたね、ですから両手でね開かないように、これでね盛り付けの方に移ります。前回もねお願いした通りティナさんに盛り付けをお願いしています。いやー開けた瞬間にいい匂いですよね、なかなかね炊き込みご飯、まあインスタントとはいえね松茸の味いいですよね。こういうのがねキャンプ場でね、まあ、1時間ちょいでできるっていうのはねやっぱり感動ですよね。まあなかなかねいい匂いもしてて、これ美味しいんじゃないかなということでね、ちょっと今ワクワクしているという状況だったかと思います。おこげはねやっぱりちょっとおこげできてませんでしたね。もうちょっと火が強くてもよかったのかななんてちょっと思いますけれどもね、まあね おこげが出るとまた掃除も大変なので、いつものようにクッキングシート引いてますんでね、まあ本体はね焦げたりはしないと、さてね、炊き込みご飯の方をお茶によそいましたので、お味噌汁をよそってね、それで、まあ、簡単ではありますがランチというね形にして、まあ、やってみました。まあね食べた感想としてねやっぱ美味しかったですよ。これがねキャンプ場でできたらね本当最高ですよね。ではまた、ティナー&ティムアメリカ暮らしでした。